こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は eBay で売れた金額を調べててですね、この斜線が入った金額になっていることがあります。この金額、いくらで売れたのか、それを調べる方法です。ちなみにこれはですね、eBay のベストオファーという、値下げを受け付けますという機能を使って制約した場合に、表示されます。こういうやつですね。メイクオファーってのがある場合に、いくらでやったのか。375ドルだけど、ね、25ドル引いたのか、75ドル引いたのか、はたまた半額にしたのか。それが知りたいという場合のやり方です。このね、watchcount.com というサイトで、無料で調べられます。こちらのね、URL をコピペして使ってください。で、必要なのはですね、eBay の商品番号。これはですね、URL のところに、この12桁の番号が入ってます。この番号を先ほどの、watchcount.com の、この検索窓、キーワードのところに入れてですね、で、検索ボタンを押すと、このように、制約がいくらで制約されたかというのがわかります。なかなかね、Amazon にカタログなくて、いくらで売れるのかと、見当つけるときに eBay で調べるというのは、有効な手段なんですけど、制約が見つからないときはですね、このベストオファーなんかも見て、なるほど、いくらで売れてるんだなという見当をつけるようにしてください。で、このね、375ドルで出してて、200ドルで売れた意味とか、他の商品とかと比べると、この200ドルなら売れるのか、あるいはもっと高く売れるのか、もっと安くないと売れないのか、その辺に関してもですね、アドバイスできますんで、実際制約から、いくらで売れるのか読み取れないという場合はですね、お気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。